わー何番？まさかの1番とか？これだね。おお、美味しそうだね。かわいいよね。うん。80番。おお、よかったじゃん。いいじゃん、いいじゃん。うん。はーい、ゆるくん TV です。どうも、ゆるくんです。どうも、ママです。やったやった、今からバナナを食べます。ウキもうもう、おいしい、ウキおいしい。はい、ありがとう。今回はドーナツのスクイーズです。はい、そうだね。今回はくじ引き、お菓子屋さんごっこ風にくじ引きでスクイーズ、ドーナツスクイーズを、ご紹介していきたいと思います。はーい、ゆるくん TV。 はい、それではルールの方を説明していきます。はい、はい。付属で付いていたくじがこちらに、100枚入ってます。はい、1番から100番までの数字が書いてありますね。はい、で、1番から16番までが当たりになっております。こちら、はい、いいですか。1番から16番までが当たりね。はい、はい、で、その下17番から100番までがハズレで消しゴム、1番から16番までがドーナツのスクイーズが当たりね。はい、いいですか。はい、パパとママとゆりくん10枚ずつ引きます、くじを。1番当たりのくじを引いた人が勝ちです。はい、いいですか。はい、はい、じゃあ引いていきましょう。じゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パパとママの勝ち。はい、ママとパパね。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、ママの勝ち。じゃあ順番、ママ2番、じゃあパパ1番、ゆるくん3番ね。はい、じゃあパパから引いていきます。これで10枚引きました。はい、次ママ、ふぃーひひ。はい、ラスト1枚。はい、次ゆりくん10枚引いてください。うわはい、じゃあ1人10枚ずつ引きました。はい、はい、では誰から開けていこうか。ママから開けていこうか。あ、ゆりくんから開けていくじゃあゆりくんから10枚開けていきましょう。はい、はい、いいよ、開けてって。どうぞ。どれにしようかな、これ。うん、よし、いいよ、開けれる。さあ何番ですか。32番。32番、ハズレ。これなんか1個選んでいいよ、消しゴム。んー、じゃあこれ、これふふふ、駄菓子屋のおばちゃんお姉さん言うか、言うと思った駄菓子屋のお姉さんね。はい、はい、まず、消しゴムをゲットね。はい、いいじゃん、だけどそれ外れたからね。はい、次ドーナツ何番。53。はい、53番。はい、消しゴム選んでください。はい、じゃあこのピンク色の、ピンク色のやつ。はい、かわいい。うん、はい、今32番と53番ね。はい、じゃあ3枚目。31番。これさ、ちょっとさ、時間かかりそうだから、後でにしようか。一気に行こうよ。はい、じゃあパパとママも一気に開けていきます。はい、じゃあ、ま、いいシャも開けていいよ。わ何番？まさかの1番とか10。おー、はい、ママは10番を出しましたね。はい、すごいね。うわ、あ、イーシャン、なんかあった？17番。17番、イエーイ、イーシャンも17
あ、外れだ、ギリギリ外れだ。16番までしかない。いいじゃん、いいじゃん、外ればっかだね。うわー、外れか、外れ、いいじゃん、外れ。マジか、マジか。え、全部いいじゃん、全外れ。あー、はい、では、開封結果を見ていきましょう、はい、まずは、ゆりくんの開封結果はこちらになります。まあ、見たらわかると思いますが、全外れですね。ゆりくん、全外れです。また頑張りましょう。はい、じゃあ次、ママ。はい、ママの開封結果がこちらになります。10番が1個当たりだね、うん、これ、こちらスクイーズ1つ選んでくださいっていうか、もう10番取ってください。はい、10番のスクイーズはどれですか。これだね。おー、美味しそうだね。かわいいよね。うん。いいじゃん、もうスクイーズ欲しかったね。はい、ママ10番のスクイーズがこちらですね。ママのゲットした。キティちゃん、キティちゃん？キティちゃんみたいな。リボンついてた。かわいい。ね、かわいい。はい、で、パパの開封結果がこちらになります。はい、パパの開封結果。14番と13番が当たりました、スクイーズ。はい、はい、こちらとこちらですね。13番、はい、13番のパパのゲットしたスクイーズがこちらと、やめろよ。はい、13番と14番ね。すごーい。はい、ではあと1回戦いきましょうか。さあ、ゆりくんからいった。はい、あと2枚ね。はい、ママ、当たりだろうよ。ね、くじ引きね、面白いよね、こういうのがね。はい、じゃあパパね。90、はい、10枚取りました、はい、では開封していきましょう。はい、はい。足湯パン、足湯パン。おお、よかったじゃん。いいじゃん、いいじゃん。うん、そうだね。はい、早く開けて、全部。9番。おお、すごい、8、9って出たんだね。おお、すごい、すごい追い上げだね、イーシャン。え、ママ全外れ、もしかして。あはははは、ママ全外れだって。僕3個だね、すごいね。はい、じゃあ結果、2人の結果見ていきましょうかね。はい、はい、ではゆりくんの開封結果から見ていきましょう。当たりが5番と8番と9番。はい、当たりました、3つ。はい、では選んでいきましょう、取っていきましょう。はい、あ、見せて見せて。色違いかな。あ、本当だ、キティちゃんみたいになってる、美味しそう。8番、これで9番。はい、ゆりくんのゲットしたドーナツスクイーズがこちらの3つになります。はい、はい、ではママの開封結果を見ていきましょう。ママの開封結果、2回戦目は全外れー。はい、で、パパ、はい、パパの開封結果、当たりがなんと2番と15番と16番で3つ当たりました。うん、すごい。2番と、はい、5番と、あ、2番と15番と16番ですね。美味しそう。はい、ドーナツスクイーズの、くじ引き、はい、2回戦ね、はい、やった結果、ママが1個、はい、ママが1つ、ゆりくんは3個、はい、3つ、パパははい、
なんとパパ5個も出しちゃいました。ずるい、なんでずるいんだよ。平等にくじ引いただろお前ら。それないだろ、それないだろ。はい、結果パパの優勝だ。なんだよそれ。はい、もうお前ら盛り上がってくれよ、パパの優勝なんだからさ。うおー、やめろよやめろよやめろよ。はい、今回はなんか逃げ切れないぞお前ら、ふざけんなよマジで。はい、今回はスクイーズの、くじ引きですねをお店屋さんごっこ風に、開封して3人で遊んでみましたね。はい、はい、どうでしたか、楽しかった。楽しかった。はい、ママは、うわはい、パパは優勝したんで楽しかったです。うぃーうぃー。はい、次回もまた皆様ゆりくん TV でお会いしましょう。バイバイ。予告、はい、今回はフルーツゾンビ3ですね。はい、フルーツゾンビ3のガチャガチャを、ご紹介していきたいと思います。今回はフルーツゾンビ3ということなんですが、1と2はママちゃんでご紹介しましたよね。はい、知ってる人は、見たことがあると思うんですが、そちらで出たラインナップがこちらになります。こちらが1で、こっちが2のラインナップですね。はい、では3の、ラインナップを見ていきます。